おはようございます、こんばんは、アンチュンです。今日も楽しくダーケータクトやっていこうかなと思います。本日の動画は2周年から3年目に入ってくるということで、激変する環境で大事なことを私なりにまとめていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。では早速いきましょう。大きく分けて3つ今日はお話ししていこうかなと思います。ではまず1つ目、こちらですね。タクトを楽しく続けていくプレイスタイルを見つける。これ結構大事なことじゃないかなと最近感じております。ドラクエタクトが3年目に入ってきまして、今後4年、5年、6年と続いていってほしいなと思うんですが、続けていく中で自分が一番楽しめる、長く続けられるスタイルを定着していく、ここ結構大事かなと考えております。よくね、なんとか勢っていうね、言葉を聞いたことあると思うんですけども、今大きく分けて、4つ、初期勢、アニバ勢、復帰勢、新規勢、こんな感じでね、始めた時期変わるかなと人それぞれあると思います。でその中でもさらにガチ勢、楽しむ勢、まったり勢、こんな感じでプレイスタイルが変わってくるかなと思うんですが、プレイスタイルってね、主にどれぐらいジェムを割れるかとか、どれぐらい時間をかけれるかっていうところで人によって変わってくるんですけれども、ジェム割りをしないとか、4回8回12回20回、これでね、半年1年3年5年って同じように進んでいけば、それだけ倍々変わってきます。集めれる素材とかね、育成できる数とかで、さらにかけれる時間がね、1日30分しかないよっていう方もいるし、1時間2時間、なんなら暇な時間はずっとタクト開いて周回している3時間4時間っていう方もいるかもしれません。そこでもね、30分1時間と3時間4時間では全然変わってくると思います。で今までなんですけども、コンテンツとしましては高難度と闘技場、ここがね、大きく2つに分かれていたところかなと思います。高難度目線とか闘技場目線とか、そういう言葉ね、聞いたことあるかなと思うんですが、今後に関してはですね、大きく変わるところこんな感じです。高難度プラススコアアタック、そしてギルド大会プラス闘技場、そしてリアルタイム対人戦、はい、すでにね5つぐらいあるんですけども、高難度とスコアアタックに関しては、ベリーハード EX でねスコア狙っていくと思いますので、くくりとしては高難度かなと、さらにランキングを狙っていけるようなクエストの作りになっていくのかなと思っております。そしてギルド大会と闘技場、ここもかなり似てるところですね。ギルド大会が好きな方は闘技場も大体好きやと思います。でさらに今回は2周年ちょい過ぎの7月18日からリアルタイム対戦が実装されるということで、目線がねさらに増えていきます。でさらに言うと、今後フレンド機能なんかも追加されていって、ウォークのねメガモンみたいに協力プレイバトルみたいなのが来るんじゃないかなと思っておりますので、こうなってくるとね、最大ダメージを出すんだったらこのキャラ、ギルド大会闘技場防衛で強いならこのキャラ、リアルタイム対戦で環境ならこのキャラ、みたいな感じでキャラの評価がね変わってくると思います。いや本当にこれかなり変わると思います。そこでちょっと私が考えたのが、タクトを楽しく続けていくというところで、まずフルコンプ貫突勢、ランキングが高い方ですね、ジェム割りが10回とか12回とかそれ以上されている方々に関しては、課金云々ではなくて、どのコンテンツに力を入れていくのか、全部でもいいんですけれども、 S ランクが100体を超えてきて、これから月に 3,4 体ずつそんなペースで新キャラが増えていくってなってくると、さすがに全部貫突していかないといけない。それがねプラスモチベになってくる方はいいんですけども、継続していくっていうところに関してはちょっとしんどいですよね。実際にリアルマネーもかかりますし、育成にも時間かかる。で私ね、8回割りから10回割りに1ヶ月ぐらい変えたことがあるんですけども、無償でもらえるジェムはもうみるみる減っていきます。8回割りまでぐらいならギリ増えるんですけども、10回割りに変えた途端ごそっとジェムなくなってしまいました。9回割りから12回割りまで1回割るごとに100ジェムなくなるんですけどね、200ジェムかける30日間1ヶ月で6000ジェムプラスアルファでなくなります。これがね12回20回ってなったら、その辺のプレイスタイルの方は周回をジェム課金で回ってるという形になるんですね。これもねかなりモチベに関わってくるかなと思います。なので厳選して1凸3凸5凸を見極めていくっていうのも続けていくための一つの選択肢かなと思います。インフレとねメタキャラっていうのはもう繰り返しで続いていくと思いますので、基本5体編成ですし、
まあ、主要なねキャラを5凸、このキャラは3凸、もうこのキャラに関しては母体か1凸っていうぐらいで見極めて集めていくのもいいかなと思います。やっぱねやめてしまうのはちょっと悲しいですから、そんな感じで3年目からねちょっと考え直してみてもいいかなと思います。でタクトのね人口どれぐらいいるかわからないんですけども、まあ8割9割型の方は無課金美課金でプレイされてる方がやっぱり多いかなと思います。でこの無課金美課金の中で新規の方に関しては、まあ、7月以降に始めた方であれば2周年でリセマラスタートしてもいいかなと思います。リセマラスタートに関してはロトの勇者プラス無料100連あとダブルピックアップでピサロや少年テリーなんかを S ランク5、6体を用意して始めていくのがいいかなと思います。アニバー勢とかね久しぶりに復帰した方に関してはイベント配布キャラやイベント限定装備っていうのがね未所持っていう形になってしまいますので、まあ、今後は環境キャラをしっかり狙って獲得していく、ここも取捨選択していくっていうのが大事かなと思います。やっぱ初日からずっと回ってきて育成素材集めてきた方と明らかに持ち物のね数が違うと思いますので、育成を厳選していかないとちょっと難しいところにはなると思います。そして初期勢の方ですね、初期勢の方はもう2年ここまで続けてこられたという経験がありますから、あとはもうモチベーションをどこに置いていくかっていうところが結構今後大事じゃないかなと思います。高難度スコアアタック、ギルド、闘技場、リアタイ、まあどこでもいいんですけど、全体的にまんべんなくでもいいんですが、まあ、どっか一個ねここに力入れようみたいなところが一つねあると優先順位選びやすいかなと思います。まあ、人生はね目標だと私は思っておりますので、まあ、タクトの冒険においても何か一つね目標を持つのもありかなと思います。ランキングでもいいし報酬でもいいし、仲間とね分け合い合い楽しめる、高め合える、そんな楽しみ方もタクトを続けるプレイスタイルになるかなと思います。では二つ目はちょっと簡単にいきましょう。育成優先度の重要性ですね。はい、新要素でこちら勇者のスキルパネルっていうのがね実装されました。これね才能開花の特別バージョンみたいな感じで、虹の開花の花とか枝が必要になります。厳しいですね。そしてこれに関してはもう特別な勇者枠専用だと私は思っておりますので、今後バンバン出てくるかって言ったらそうではないかなと思います。多分各ナンバリングイベントで勇者の実装とか、まあ、特別なキャラが出てきて周年の目玉キャラみたいな感じで特別付与される形、そんな新要素かなと思っております。でトップランカーの方でも虹のクリスタルとか開花の素材はもう全く足りてないです。全キャラ育成完了みたいなのはできない仕様にこのタクトはなっております。なので、まあ、まんべんなく育成したいっていう気持ちはわかるし山々なんですけども、自分の中で優先のコンテンツに絞って育成していくっていうのもモチベーションにつながる一つかなと思います。その取捨選択もただの課金そしゃげと言われないための運営さんが考える意図の形なのかもしれないなと私は考えております。まあ昔から言ってるんですけども、必要な時に必要な素材を必要なキャラに使って育成する、まあ重要なアイテムありますよね。こちらのマスターメダルとか覚醒素材とか、こちらのモナンメダルとかね、めちゃくちゃ重要なアイテムがありますので、まあ2周年でこの辺は全部ぶっぱしてでもちょっと育成して楽しんでいくのもいいかなと思います。では3つ目いきましょう。最後、リアルタイム対戦追加とロトの勇者実装。はい、ここですね。はい、リアルタイム対戦は今までのコンテンツとは完全別物、異質だと思ってもらっていいです。私はそう感じております。まあ、理由としては相手が手動である。今まではね高難度だったらこのボスはこういう風に動いてきた、何ターン目に何をしてきたっていうのが分かってたし、闘技場でも相手の AI っていうのがある程度決まってますので勉強すれば読むことができる。ただリアタイに関しては相手が人間です。はい、性格、やり方、プレイスキル、育成度合いもう全部変わってきます。予想外のパターンもめちゃくちゃあると思いますので、ここ結構面白いなと思います。そして時間制ですね。1手15秒。はい、時間に迫られた時のあの焦り、ただでさえタクト難しいですからね、特技選ぶだけでも多分 4,5 秒経ちますよ。どれ打とうかなみたいなね、勇者なんか5個ぐらいあるからどれにしようみたいな、どこで何使おうみたいな、誰に使おうみたいなね、多分なると思いますんで相当難しいと思います。そしてね今後は先ほども言ったんですが目線が変わります。高難度か闘技場というね目線で2つに分かれてたんですけども、今後はプラス
PVP 目線というのが追加されます。これがかなり変わりますね。なぜかというと、今までね、もうちょっと活躍できないなとかあんまなかったなっていうキャラも、この PVP では輝く時が来ると思います。まあ、ウェイトだったりマップだったり、 A ランク以下とかね、 C ランク以下もあるかもしれません。無制限もあるかもしれない。まあ、ここに関してはまた別で動画まとめたいなと思っております。そして2周年で目玉となったロトの勇者、はい、3のね、勇者くんに関してはもう初めて私言います。はい、ぶっ壊れと言ってもいいでしょう。はい、間違いなく2022年内の現環境キャラナンバーワンだと思います。まあ、その理由はもう高難度闘技場 PVP、まあ、今後のフレーム対戦とか全部含めても全対応可能のスーパーキャラかなと思います。何が一番強いかって言ったら、間違いなくこれですね。状態異常無効、最悪戦闘開始かばうキャラで、かばっておけばいてつか波動もかわせると思います。まあ、いてはがね、まだ来るかわからないですけども、もう可能性しかないかなと思いますので、3属性使えてほぼ完璧な特性があって、状態異常無効、アストロンも使える、伸びしろですね。伸びしろというか、もう完成されてますね。はい、しかもこのロトの勇者、何が環境かというと、よく言われるメタキャラです。はい、見てください。ほぼ最強だった魔剣士ピサロ、打天使エルギオス、マデサゴーラ、ネルゲル、ダブルアンルシア、そして才能開花してね、ちょっと話題になったハーゴン、はい、この辺に全部ぶっ刺さります。はい、ホームにね、ちょっと並べてるんですけども、この辺を全部相手できるキャラってそうそういないですね。はい、スリー勇者ちょっとやばいと思います。必ずどんな手を使ってでも確保狙っていきましょう。はい、それでは最後にもう一つね、追加で変わるところあるんですけども、私錬金動画っていうのをね、昔から上げたりしてるんですけども、今後は装備錬金ちょっと考え方、選び方が変わってくると思っております。スコアアタックとかね、PVP が実装されることによって、まあ、今まで錬金した装備もちょっと見直しも入っていくんじゃないかなと考えております。まあ、これもね、また錬金動画作るときに詳しく話したいなと思います。はい、ということで、激変する環境で大事なことお話ししてきました。まあ、私がこの動画を作ったのも、2周年からもっと盛り上がっていきたいなと、そういう気持ちで作った動画ですので、今後も一緒にタクト楽しんでいけたらなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは。